今回はボートレース好きから見た鈴木啓太さんです。一体誰なのと思う方もいるかと思います。ヒカルさんと朝倉未来さんが制作に携わったノンタイトルという番組に参加した方です。愛称マルコメくん、元ボートレーサーという肩書きでメンバーに加入しました。どうせ結果出せんでやめて知名度取りに来たレーサーなんでしょ。そう思っている方にどんなレーサーだったか少し紹介したいと思います。鈴木啓太、ここに記載はありませんが2022年2月13日までレースに出ています。数字が着順、1が1着です。そこそこで悪くはないですね。2022年前期の成績、1着率 9.4%、 2連対率 20.9%、 3連対率 46.5% です。思ってたよりもいいです。引退前のレースを見てみましょう。平和島の1着のレースが2本と、蒲郡の引退日のレースが2本の計4本です。ボートレース平和島シリーズ3日目の熱戦、第4レース予選競争が始まりました。第4レース予選、進入地から1番、2番、3番、4番、6番、5番です。スタートしました。1、2コース好スタートになりました。インコースは1号艇の鈴木、2コースは2号艇の関です。1周1マークはインコース1番の鈴木が逃げるところ、外前は3号艇の金沢、内側からは2号艇の関と5号艇の阿波で向こう正面に張りましたが、インコース1号艇鈴木がわずかに押し切りました。先頭に立ってリードは2停止。2番手は2号艇の関優勢ですが、内側から5号艇の阿波、外からは3号艇の金沢が迫っていく1周2マークです。1周2マーク、焦点は2番手らしいですが、差しに構えた2号艇の関が2番手進出、2停止に3停止に差が開いて5号艇の阿波が3番手、上位はここで1番、2番、5番となりまして2周目に入っていきます。トップリードは広がっています。1号艇鈴木啓太、2番手は2号艇の関博也が続いて、5号艇の阿波克也が3番手、コーナーでは前を追っていくんですが、ここは2号艇関がリードを広げています。前の体勢は1番、2番、5番なんですが、今度は先頭2番手の定冠が少し縮まりました。2号艇関が前を行く1号艇鈴木を追って2周目2マークの旋回へ移ります。トップ1号艇鈴木が2マークを旋回、追っていく2号艇の関、内を通って追っていくんですが、ここは1号艇鈴木わずかにしのいでいます。直線コース体勢は1番、2番、5番と変わらず最終周回です。3番手後方は定冠開いて、後ろは3番金沢、4番手後ろは差が開いて4番の金子、6番の川添となっています。3周第3マークを旋回、最後の向こう正面、懸命に追っていく2号艇の関ですが、ここは1号艇の鈴木がなんとかしのいで残り半周へと向かっていきます。トップ1号艇鈴木啓太、今日はここ一層白星が見えてきました。2番手追っていく2号艇関博也、2、3番手は定冠が開いて5号艇の阿波克也が3番手、体勢の方は1番、2番、5番で最後の直線コース、さあサイド追っていく2号艇関届くかどうか、しかしここは1号艇の鈴木が抑えましてゴールへと向かっています。先頭1番鈴木、2着2番の関ゴールイン、3着は5番阿波ゴールイン、3番金沢よ、
タイル3対2。進入地から1番、2番、3番、5番、6番です。スタートしました。1レースのスタートが切られました。センター3コースは3号艇の鈴木がわずかに好タイミング。1周1マークへ向かってはインから1号艇宇田川がまずは1マークを先制していきます。内を狙って3号艇の鈴木がまくり差しに構えてバックスイッチへ入りました。さあここは刺して抜け出しました。3号艇の鈴木啓太が先頭に立っています。リードは2点進から3点進で1周2マークへ向かいます。スタートは前提正常でした。2番手1号艇宇田川の内側からは2号艇の川添が上がってきまして1周2マークの攻防です。トップ3号艇前回から直線コースシリーズ、これが2勝目。3号艇鈴木がトップ。この後は7レースに再登場です。第1レース予選競争はゴールインです。先頭3番鈴木ゴールイン、1番宇田川、2番川添ゴールイン。とまもなく10秒となります。1番2番3番助走取り、4番6番5番です。一般戦競争の第2レース、スタートします。赤田連号艇の鈴木瑛太がいいタイミングダッシュがついた1マークでありますが、1号艇の谷口受け止める。4号艇の鈴木瑛太マークに出し展開、バックへ入った。1号艇の谷口健一に対して4号艇の鈴木啓太、さらに6号艇の富澤優作も1号艇がわずか一定進先行。4号艇は粘る、外へボードを出した6号艇の富澤優作、前提スタート正常でした。トップ手前1号艇の谷口健一、2番手争い、おっと4号艇はポポポンと両サイド、2番6番手が食い込んで6号艇富澤うまく回ったゴールイン。2着で6番の富澤優作、3着で4番の鈴木啓太、7番の山崎、5番の島崎、3番の中野ゴールイン。発売道中から先ほどまでよりも多少雨粒強くなっているようにも感じますが、最終日の攻防一般戦競争の第8レースが始まりました。最終日の攻防一般戦競争第8レース、スタートしました。内眼艇が好タイミング、4号艇カラカラ、4号艇の側がじんわり出てくる展開、1マーク。さあ2番4番のまくりゼリは1号艇逃走態勢、反撃くるっと3番5番あたりバックへ入っていますが、1号艇の中野夢斗が逃げました。2号艇の鈴木啓太、4号艇伸びていた4号艇の小川の攻撃をカット、3号艇インコースから3号艇の西村、2号艇の鈴木啓太にボートを並べてくるか、最内から6号艇の前川森塾、スターター前提正常。3番2番あたりぐっと3号艇は波にはまって2号艇つけまった、2号艇の鈴木啓太飲み込んでいきまして1番2番の体型です。3号艇の西村秀樹、インコースから5号艇の佐藤大輔盛り返してきていまして、3番手の激戦状態はコーナー先手の6号艇佐藤大輔も幅を取りながら3号艇切り込む旋回、西村秀樹、3号艇6番の中野五輪、2着で2番の鈴木、3着争い、ここで捉えたか逆転あったか、5号艇鈴木さん、すみません、ちゃんとしたレーサーだったんですね。
24歳ならこれからだったのではと思うところはありますが、 YouTube などで活動していくようなのでビッグになるのを楽しみにしています。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録もお願いします。バイバイ。